なんでもない。ん？あ！え？うん。学校に行かないと。え、うん。チッチー。しと。おどち？もう、いきなり何を？ごめん。いいけど。もう一回友達になる。シマちゃん。私を誘ったんだよ。チッチー、姉ちゃんも早く学校行けよ。うるはい。高校生は日が昇りきる前に学校へ着けばいいんだから。誰が教えたそのバカルール。はよ食べんかい。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃんの友達が来てる。友達。あ、友達。こないだ来た人。チッチー。あいつの場合。用事って平行聞いてた。チッチー。へえ。チッチー。あだち、おやすみ。おやすみ。この世界で君に会えた。チッチー。え、おどっち。私は島村のことが好きで、こう好きで、好きで。 Do it! Yes you can! Just do it! 島村の、Just do it! Make your dreams come true! 友達になりたくて。チッチー。はい。何にしましょうかね。 Move! I'm gay! え？うん。は？いやいや、おかしいから。これ私はこのふわふわを。元気。足立の膝枕は良かったなと思ったから。私も、結構使ってるから。元気。あなたが望むことをするべきだと思うの。メイ。こうしたいんでしょ。いいの？ええ。同じこと考えてるとは思わなかったな。え？いい子の足立ちゃんにはお姉ちゃんからプレゼントをあげよう。何それ。ブーメラン。あ、こっちはゴーグル。元気。元気。だってすごくどうでもよさそう。先輩と話すとざわざわする。夏希が言った通りだ。余裕なんかない。だけど嫌な感じじゃない。だから聞いてますってば。ああ、
どうでもよくなんかないよ。そうなんだ。それだけ？うん、それだけ。じゃ、なんだ今の会話。Son basura. 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 Mega basura. なんだバシャバシャー、体育祭の練習するぞって言うから、念のために汗拭き用に持ってきてるんです。お、ユウって面倒見いいよね。ユウも妹なのにな。家まで歩いたら結構あるな。島村、まずタオル。え？サンキュー。ごめん。ん？なんだバシャー。足立は気負いすぎというか、テンション高すぎというか、もしかしたら私も足立もバレンタインを大げさに考えすぎているのかもしれない。たまには触らせてあげようと。なんだバシャー。その辺どうなの、生徒会長さん。ほら反論もでき。何やっ、自分と同じように人混みから距離を置いている女子がいた。その時目が合った相手こそ島村だった。もちろんその時の私は他人というものに全く興味がなくて、こっち見ないでよとすら思っていた。あれから1年が経ち、私も島村も2年生になった。なんだバシャー。はい、お待ち。なんだバシャおよよよよよよよ。なんだバシャ。満足するのも悪くない、悪くないと確信するのだ。4月末、もう桜はどこにも咲いていない。だから私は足立に桜を求める。バシャPues, jódase.